どうも。玉をロードローラーでぶっぴいてぶぴ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 ぶぶぴぶぴ店長です。ぶぴぶぴ店長。それはそうですね。どうもハリトザコショウです。文句だおらのコーナーっつって、やってるんですけども、あれですね、もうもう今もうあれですね、もう去年よりゴンゴロナが多いですね、ほんと。オミクロン株。ちょっと前だ、1週間ぐらい前はもう、2週間ぐらい前か、沖縄から出てきたねみたいな感じで、これはまた、こっちにも来るぞみたいな感じでさ、言ったらもうあれだね、来てたっていう感じだったね。もうすでに来てたって感じだったよ。だってなんかのね、なんかのロケでさ、春日と一緒やったんですよ。ほんで、その春日と絡んで、次の日に、春日が、コロナ陽性ってなってて、えって、ネットで知ったんですよ。え俺、やべえじゃんつって。で、まあ熱はね、全く出てるの、症状がないから、まあいいかと思ってたんですけど、マネージャーに聞いたら、日曜日に春日と絡んで、で、月曜日に絡んだ人から濃厚接触になるっつって。その一日なんやねんっていう感じですけど。ね。で、めっちゃ出てるやん、芸人で。今もネットニュース見たら、お前、小峠大先生がコロナでってなってましたけど、大丈夫なんかな、ほんと。なんか虹の黄昏もなんかコロナになったとかっつって聞いたんやけど。ね、もう近くまでいるから、やべえっすよ。なあ、ほいでその、こんな感じやから、でも1月やから、また単独ライブをね、単独ライブをやる予定なんですよ。で、去年みたいに、またね、緊急事態宣言が出てると、客席半数になっちゃうじゃん。で、半数だけは嫌だなと思って、で、去年は諦めたんですよね、その全国ツアーは。全国ツアーやろうかなと思って。まあ、全国ツアーつっても、大阪、東京、静岡なんですけど。ね、やろうと思ったけど、どうなんだろう。で、まあ一応ね、もう会場も取らなあかんから、もう今ぐらいからね、取らなあかんから、こう、いろいろこう、マネージャーに、また、チョイスしとけよとかって言ってんですけどね。で、それね、結局、そういう劇場ってさ、言うたら夏でやるから、大体ね、12月ぐらいから動き出すんですよ。会場取りとか、いろんな計画とか。で、12月末ぐらいからね、こう、なんやった、12月ぐらいからか。ここの劇場がいいです。この劇場でちょっと調べといてとかって言ったんですよ。言ってて、じゃあ調べときますってマネージャーが言ってて。ほいでね、年明けて、あれどうなったんだろうなと思って、聞いたんですよ、マネージャーに。そしたら、今調べますとかって、なんか悪い予感して。で、師匠が言ったここと、ここの劇場とここの劇場全部埋まってますって言われて、と思って、なんやそれ。お前、埋まってますってことはもう、結構前にそういう、ね、動かなあかんかってんってことや。めっちゃ腹立つっつって。あかんな、ほんと。だから、もう、ムカつくんすよ。ねえ、錦鯉が優勝するのは良かったんですけど、錦鯉が優勝してね、その周りの、言うたら俺のね、マネージャーも、こう、なんかね、
なんかじゃちょっと忙しだってて、おめえ担当じゃねえから関係ねえじゃねえかとかつったけど、ね、いや寝れないっすねみたいなこと言ってたから、お前担当じゃねえのなんでお前寝れねえんだよつったら、ただただ西郷が優勝して興奮して寝れないだけですとかって言ってて、もうバカかと思ったね。なんで忙しくて寝れないとかってやったら、まあ、まだ、大変だねとかって言うんだけど、ただただ西郷が優勝して興奮して寝れなかったんだってバカかお前なんだよねえ、仕事がその担当のマネージャー以外の、俺のマネージャーがその西郷の担当マネージャーがパンク寸前だから手伝って、またその手伝ってるからまた忙しくて寝れないですわみたいなこと言うのかなと思ったら、ただただM1 優勝を間近で見て興奮して寝れなかったっていう、なんだと思ったな。ほんでお前単独ライブもお前見逃したって、お前な、俺のやりたかった劇場でやれねえでやんの、腹立つわほいでなんかね、またあれなんだけど、そういうね、あるだよ、そのなんかコンサルタティングみたいなのがあって、劇場のね、そこに頼みますわっつって、それが頼みますわって言ったのが1ヶ月前で、まだお前その何仲介業者じゃないけど、そこいろいろ劇場知ってるようなとこあるんですよ。でそこに、どうなったって聞いたら、まだ連絡来ませんっつって、もう遅えっつうのお前、もうおめえが全部動けっつうのかな、そんな腹立つわ、何をしとんねん、お前ただただお前現場来て弁当食ってるだけじゃないかお前、腹立つわお前、もうだからね、まあその今年もね、でコロナが落ち着くことを願うだけですわ、落ち着いて、落ち着かねえと単独ライブもお前できなくなっちゃうからな、もうお前去年もな、ザ・高円寺やったけど半分って、もう256人入るんだけど、その半分だから128とかか、うん、256でやりたいよね、そのザ・高円寺、うん、だから多分もうちょっとでかいとこでやるんだけどな、俺ピン芸人だから、もうあんまりね、その500の会場とかになるとなかなかね、表情で笑いを取るとかいろいろあるからさ、あんまでけえのって無理なんだけどな、うん、だからほいでね、いいとこ見つけたんだよ、ほいでいいとこ見つけて、ほいで何こう、ここを調べとけよ調べとけよって言って、ほいで調べるとこ全部埋まってんだよ、劇場が今年5月で終わるとかね、うん、そんなんばっかでもムカついたね、うん、腹立つわ、俺だけかよ、俺だけお前なあ、スタッフは全くこうなんていう、熱量が感じられないっていうのがもうな、腹立つわ、まあでも頑張っていきますんでね、はい、じゃコロナにかからずに頑張っていきますわ、うん、だね、その濃厚接触者になっちまうとまためんどくせえじゃんな、いろんな収録とかも出れなくなっちゃうから、うん、それだけは勘弁っていうね、濃厚接触者になったらでもこの動画もやっちゃいけないとかなるんだかな、うん、よくわかんねえけどな、だって安静にしとかないといけないんでしょ、うん、だから多分休みとかになるのかな、休みたくねえな、うん、なあ、もしそうなった時用のためになんかいろいろ取っとこうかな、うん、濃厚接触者になったら10日休まないといけないから10個分なあ、ずっとでも休んでねえからさ、うん、休みたくねえだよね、うん、まあそんな感じでね、まあ今年も単独ライブやるっていうことと、うん、あと周りもコロナがやべえよっていうところですかね、うん、はあ、この間ね、福岡行ったんですよ、福岡行って、で大喜利60分のね、
仕事で福岡行って泊まりだったんですよ。でだからプレミア公開だった大喜利60分のやつ見てたんですよ。その生っていうかその時間でね、プレミア公開だから。でその大喜利60分終わった瞬間に緊急地震速報が携帯から流れてきて、ブワーブワーってやつ、あれバカ怖えじゃん、うん、あの音バカ、うわーなんだこれと思って、そしたらゴゴゴってなって、地震だね、怖えっけよと思って、ホテル、うん、9階ぐらいだったからさ、結構揺れたね、うん、めっちゃ怖かったよ。で、あの緊急地震速報のあの音やめてほしいね、あのバカ怖えだから、地震よりあのあれよりこあ地震より あの音の方が怖えだよ、うん、まあね、まあ、大事に至らなくてよかったんですけど、はい、地震やコロナや津波なってなんかもういろいろあって、もう怖えですね最近 , 笑い事じゃねえだよ本当にもうね。というわけで、文句だおるでございました。はい、皆さんもね、コロナ気をつけてくださいね。はい、ありました。は運行登録してね、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 正面登録やめて、正面登録やめて、正面登録はやめて。